っていきまーす。意外とうまそうでしょ。みなさんどうもスタミジャパンでございます。いや俺じゃねえって、俺もびっくりして、あれさすがに俺の配信の音声を切り取って持ってってんのかと思った。そんぐらい俺が普段言ってることやん、あんなもんは。あんなもんは演技もクソもないやん。もう普段の君たちと話してる俺やん、あれは。配信でギリギリ俺プルプルでもちもちって言ったことないから、これ切り取ってねえんだなって分かったな。今見ました、切り抜かれてね、切り抜かれてねえって思う。こいつ今日ずっとこれだろ、今日コメントずっとこれだな、この感じ。なんで言ってくれなかったのじゃなくて、俺じゃないからだね。普通に大阪行商としても意味の分かんないバズり方しててハテナだろうな。頭スタンミって誰？別に隠すことないのに教えてくれたっていいじゃないか。手紙隠してねえんだって。餃子料理配信俺やったよな。あじゃないよ。あにはなんねえだろ。ちげえよ。そういう話じゃねえよ。俺と普段喋ってる人でも多分俺と似てると思えるクオリティだからあれ。案件ください。やめてくんない？嘘なんでしょって振るのやめて。嘘じゃない、雑だし。嘘なんでしょじゃねえや。おやじゃねえよ。やめろ。嘘じゃない。何の嘘じゃないのかわからないし。おやめて。おじゃねえの。お前ら気持ちすげえ。誰誰おはこのやつじゃねえよ。これしばらく続くな。これ来るぞ来るぞ。おいやりすね。来るぞ来るぞ。お願いだからやめて。お願いだからやめてくれ。黙っとけお前らは。お前黙っとけ。俺は今日はロレス2やんだよ。家でピエバタやなじゃねえ。ピエバクらしいね。青カードの AP レシオが 95% から 110% になるらしい。嘘やろ。嘘じゃない。嘘じゃない。その話をするとお前らやめろ。お前マジでやめろ。何を言ってもだ。やめろ。すすぎたら。って何でもいいじゃん。俺が何か言えば嘘なんでしょってなるだろ。汎用性高すぎるのが困るわ。使いづらくあってくれよ。いつでもいけんじゃねえかよ。マジで誰。何かしら絶対一回疑われるの誰すぎだろ。ムンドって何のビルドを詰めば勝てるんだ。サーンメールか。ブルンブルンか。何が何が欲しがりやんって。何がマジで何が。ブルンブルンベストのくだりね。助かるじゃないよ。頑張れ。敵を倒しました。何のことかと思った。本物じゃん。黙れ。ガチ黙れ。おっと。これ頼むぜ。はい。だなスタンミ。ここ飛び越えられんのすごいだろう。ここ無理だろ。嘘じゃない。また蘇るだけで。キモすぎるリスナー。リスナーがキモすぎる。ちょっと冷静にできないかもしれんけど、やばいなマジで。
マジで出たじゃねえ。たまに。まあまあ俺もその印象はあるよ。俺もその印象はある。俺か俺ね、いや俺に似てますよみたいな DM で結構来るやって。でもなんかただのハーフだったり似てなかったりするんだけど、初めてここまで似てるの見た。ローレンもアイブひらがなやってたし、みんないろんな仕事してるんだな。何アイブひらがなって。マジで意味がわかんない。パネルがですね、ちょっと今反応オフにしてるんで、ちょっと強めの方で叩くと思います。目に置くと。これはローレンだわ。いやなんかこっちが恥ずかしくなる。これ似すぎてて、なんかじゃない？これなんかじゃない？誰も傷つけたりしない。襲ってこない限り。シャットダウン。敵を倒しました。シャットダウン。ズタンミさんは結構ゲームとか得意なん。いやいや、ゲーム配信者ですからね、ある程度できますよ、やっぱりゲームは。なんで、それはね、ちょゲーム配信者って部類であると思うんでね、なかなかやる方だと思うんだよ。これだよね、これこれ。今見てくれたかな、こんな感じだけど、どうかな俺のゲームのうまさは。うん、これなんだよね、普通に俺 そのゲームのうまさみたいなところはこんな感じ。こんぐらいやっちゃう、ゲーム配信者だから。これすごい、これうまい、普通やってるから普段から。おばあちゃん、セミドス、責任というものの重さに。でも勝ってるリリアはこんぐらいしないとね、やはり。今の W ギリ上がったわ。あぶんねー。 What？ 何が起きてる、あれ。味方が倒されました。リライト。ダブルキル、トリプルキル、一歩も引くな、国ごと取られるぞ。GA できたよ。さすがに強いだろこれは。それ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 そ
おばあちゃんがこの足の運びを教えてくれた。敵を倒しました。この戦さすれば世界の動きは何点だ。ダブルキルシャットダウン。ダブルキル人々の敬意。TY ムンド。ビクトリー。TY ムンド。今日初勝ち。今日初勝利。